若菜さんとともに今日のゲームを改めて振り返ってまいります。ホークスの先発は千賀でした。この立ち上がりでしたね。立ち上がりはやっぱりコントロールはあんまり良くなかったですよね、はい。まあ、内川選手が言うに言ったら青ざめてたっていうような、ね、やっぱり緊張感はあったんでしょうね。それだけね、やっぱり清田に先頭バッターのホームラン、さらにデスパイネ、そうですね、メイクランプと真ん中とは言っても、スタンドインですもんね、反対方向に、やっぱ明日以降もちょっと気をつけなきゃいけないですね、明日は。それで2対0という発進になっています。一方でマリーンズの先発は涌井でした。先頭の中村のヒット、やっぱり簡単に終わらなかったっていうのがいいですよね。先頭打者が出たという、ランナーを3塁に置いて柳田、まあフルスイングできてるからいいじゃないですかね、はい。しかしここで終わらずに内川のこのバッティング、まあ、その後にホッとしたわけじゃないんでしょうけれど、そこを、隙をついてのライト方向だったですよね、タイムリーツーベース1点差になりました。3回の千賀、まあ、変化球が少し決まるようになってきましたよね、岡田は三振、角中フォアボールデスパイネ、まあ、追い込めばもう千賀の、投球で抑えられますから、これですよね。いや素晴らしい打ち方でしたね。もう技ありですよね、はい。じゃあちょっとハッピン取られたんじゃないですかね、このホームランね、はい。2対2同点になりました。さあ4回の涌井です。ランナー1塁2塁チャンスで柳田、やっぱり要所でしっかり抑えてくるのがこの涌井ですよね、はい。インコースを中心に柳田にはこの打席を当てられましたね、はい。一方の千賀の方ですが、ホームランを打たれている清田、やっぱり5回以降良かったですよね、変わるまでね、本当に試合を作ってくれましたよね、ここで三者凡退をようやくされました。そして6回の三者凡退、そして7回になりますが千賀のピッチングです。7回で12ですか、やっぱりすごいですよね、5回から3イニング連続の三者凡退でした。やっぱり一発だけだったですね、はい。一方の涌井の方なんですが、その後はどんな風に移りましたか。やっぱり緩急うまく使えますよね。丁寧な姿勢が今日は見えましたね。涌井もここまででマウンドを降り、さあ両投手継投になり、伊藤監督は内を選択、まあ、ここまで、ヒットはいいんでしょうけど、この後ですよね、フォアボールフォアボールという、ご覧の通り満塁です、で福田が簡単に1球で今回この後ですからね。今宮2点タイムリーヒット、しかも代走起用が成功しました。良かったですね、これが最後効いてくるわけですからね。本当そうですね、2点を勝ち越しました。しかし9回もちろん、まあ、守護神のサファで、この打球がでもここまで飛んじゃうんですもんね。やっぱり低めのゾーンはやっぱり強いんじゃないですかね、同じような高さですから、1点差になります。しかも得点圏にランナー進まれましたが、なんとか見に行ったというゲームでした。終わってみれば4対3でホークス今日の初戦を取りました。やっぱりマリーンズもすごかったですよね、やっぱりこういうクライマックスに強いというのはやっぱり分かりますよ。